ジュディシカゴはアメリカのフェミニスト美術家、教育者、作家。歴史や文化における女性の役割や位置づけを問いかける大規模なコラボレーションによる作品で知られる。1970年代初期のアメリカにおけるフェミニスト美術運動の中心的人物である。フェミニストアートという言葉を作り出したと言われる。女性の視点からの創作活動を推奨、援助するために アメリカで初めてのフェミニスト美術教育プログラムを確立した。代表作のザ・ディナー・パーティーと呼ばれるインスタレーション作品はブルックリン美術館のエリザベス・ a サックラーセンター、フォー・フェミニスト・アートにて常設展示されている。本名はジュディス・シルビア後編。労働運動家、マルクス主義者の父、アーサーの影響を受け、 女性や労働者の権利へのリベラルな考え方を学んだ。母親名は元ダンサーで医療事務に携わっていた。母の芸術への情熱は美術家となったシカゴと陶芸家となった弟の弁に受け継がれた。ジュディは3歳より絵を描き始めアートインスティチュートシカゴでのクラスに参加。早くから美術家となることを決心した。しかし、 アートインスティチュートシカゴへの入学試験に失敗し、代わりにカリフォルニア大学ロサンゼルス校へ入学した。1961年、大学在学中に知り合ったジェリー・ゲロビッツと結婚。翌年、美術学士号を取得し、1964年同校にて美術修士号を修了したが、間もなく夫は交通事故で亡くなった。 1965年ロサンゼルスのロルフ・ネルソン・ギャラリーで初の個展を開く。1970年よりカリフォルニア州立大学フレーズの校で教弁を取る。女子学生が女性からの視点で創作活動をすることを教え始める。翌年にはフェミニストアートプログラムを確立し、これはアメリカでこの種類の最初のプログラムとなる。後にジュディシカゴはフェミニスト作家。 ミリアム・シャピロと共にカリフォルニア・インスティチュート・オブ・ザ・アーツにも同様のプログラムを設立した。ジュディは結婚時に本名の公園から夫のゲロビッツ生へと改名したが、夫の死後、男性を媒介としない独自の生命に改名したいと思うようになる。1965年2度目の結婚をしたものの、その思いを抱き続けた。ロルフ・ネルソン・ニアラリーのオーナーであるロルフ・ネルソンが、 彼女をジュディ・シカゴというあだ名で呼んでいた。それは彼女がシカゴなまりの英語を話すことに由来していたが、それに発想を得、シカゴという姓に正式に改名することを思い立つ。法的に新しい名前を名乗ることは彼女にとって、結婚、家族、民族的背景と使命の関連を立つことを意味した。カリフォルニア州立大学、フラトンコーデの古典の宣伝とともに、 自身の解明の宣言を1970年アートフォーラム雑誌に広告として掲載した。広告宣言用の写真で彼女はボクサーの格好をして新しい性のロゴマークをつけたトレーナーを着た。ジュディシカゴディナーパーティー女性の歴史を資格化したインスタレーション作品。5年の年月と25万ドルの費用をかけて制作された。現在は ブルックリン美術館に常設展示されている。正三角形に置かれた長テーブルには39人用のディナーセットの食器とナイフ、フォーク、スプーンが並べられている。それらのセットは歴史や神話で知られる女性たち、例えば芸術家、女神や活動家に捧げられている。皿の中心には女性器が描かれているか女性器のオブジェが置かれている。 各皿の下に置かれたテーブルクロスには様々な模様と名前が刺繍されている。テーブルの下の床は三角形の艶のある金彩を施した陶器のタイルが敷き詰められており999人の女性の名前が記されている。食器やテーブルクロスは多くの女性ボランティアの手によるもので刺繍や焼き物作りが長い間女性の手技として発展してきたことに由来し、 歴史における女性の果たした役割を再確認しようとする意図がある。1979年にサンフランシスコ近代美術館で初めて展示された時は衝撃的な作品として物議を醸した。ありがとうございます。